選手たちが、青森県に準優勝という結果を持って帰ってきてくれたこと、そしてそういう、結果を残せたことを大変嬉しく思います。準優勝という結果になってしまい、ものすごく残念に思います。今年1年間大変な状況だったんですけど、素晴らしい仲間に囲まれて最後までサッカーできたことを大変に嬉しく思います。またこのような大変な状況の中、応援してくださったたくさんの方々に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。この1年間辛かったこと、一生懸命雪の丘で鍛えたこと、そして今回の勝敗によって君たちは学んだことがいっぱいあると思います。ただ勝つことだけ、負けること、これ以上の勝った負けた以上のですねものを皆さんは見つけたんではないかというふうに思いますので、こういうものを今後の生活にですねぜひ活かしてほしいというふうに思います。山田高校サッカー部、万歳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 、拍手お願いします。ありがとうございました。